麺が挟まっているという。向こうもマクドナルドもタワーバーガーとして、メガマック。僕このロッテリアもマクドナルドとドッキングしたらいい。ゆうすけ的電気特製、ゆうすけ的電気。はい、皆さんこんにちは。まあね、もう本当にまあこれからね、だんだん暖かくなってきまして、まあ、夏に向けてね、やっぱりこう皆さんダイエット、そうですよ、ダイエットなんですよ。確かにダイエットは必要ですけどもね、こう無理に言ってしまうと、やっぱりこう抱えてしまう。でもそんなカバーってこうパーってこうパーっとこう食べたいわけですよ。そんな時はやっぱりどんどん食べたいと思います。ん、誰だって、こうラーメンつけ麺、僕イケメンみたいなね、こんな感じの、これババーン、ロッテリアつけ麺バーガーでございます。やっほー、食べちゃいましょう。お箸がついてきます。ロッテリアの、ロッテリアとも何とも書いていないお箸でございますがついてきます。そしてつけ麺用のこの汁が、おおほほほほほ、ついてくると、こういうシステムになっております。来ましたよ、麺が挟まっているという。そしてなんかこう麺の上に一応ソースがこうかかっているような状態で、バンズからの、ソースからの麺と、まあなんと言いましょうか、ただの炭水化物でございます。まあまあ我々焼きそば弁当とか焼きそば定食、お好み焼き定食というのを食べますからね、関西人は。なのでこれは別に炭水化物で炭水化物を食べるのは何ら問題はございません。ということで、これをね、こうかぶっといってみたいと思うんですが、一口これ食べてみたいと思います。まず何もつけないでちょっと食べたらどうなのかっていう、いただきます。うん、あのね、麺、あ、麺、ただの麺、このつけ麺つけ麺用タレをこうちょっとつけると、あー、なるほど、麺食べてる感がすごい。これさ、思うんだけど、僕ね、コラボって流行ってるじゃないですか。あのセブンイレブンなんかも何かとどっかのメーカーで金のなんとかとかってやってるじゃないですか。もういっそのことね、僕このロッテリアもマクドナルドとドッキングしたらいいんじゃないかなと思うんですよ。で、このタワーバーガーのつけ麺特盛り、それから向こうもマクドナルドもタワーバーガーとして出してきてますよね。はい、これバン、メガマック、こオープン、ウェペペン、オープンペン。このメガマックがタワーバーガーとして出てるんですよ。そう、ならば、これをドッキングさせたらいいんじゃないか。もちろんメガマックの全貌はこう、ね、すごいですよ。メガっていうだけあって、もうほら、野菜からてんこ盛りですよ。もうピクルスはみ出してますからね、これ。もうこれはまずもう、抜群にうまいですから。やっぱり、こういうね、YouTube ならではのね。インスタ的でいいんですよ。メガマック。大将剣つけ麺、僕イケメン、バカ。これはちょっと来ましたね、これね。これ一口いきたいと思います。これなんかアメリカな感じしませんか？なんかちょっとアメリカのハンバーガーってこんな感じでこう潰してガーって食べるシーンあるじゃないですか。ああいうが、ね、たまらなく美味しそうな感じがするんで、これちょっと食べてみたいと思います。いただきます。どう見た目、こう見た目、あ、肉とね、麺と意外とうまい。あの、口の小さい方やめてください、顎外れます。うん、でも意外とうまいぞこれ。でやっぱり気になるのは、これつけるとどうなのさっていうことでしょ。みんな気になるのは、どうやってつけたい、はい、今ね、これ無理やくたつけましたからね、ここの部分にベチャッとこうつけましたから、ソースのタレかけたやつを食べたいと思います。あ、合う。あの、大将軒のつけ麺のスープあるじゃないですか。マクドナルドのこのパテ、これあるでしょ。要は、これこうつけるじゃないですか。これ合う、このスープに。これでも本当にシナチクとか、うん、スープ自体は濃いんですけど、合います。これぐらいのメガ盛り、いっちゃおうぜ、みたいな。あのね、食べ続けても減らないんですよ。ちゃんと入ってる。でもね、ごめんなさいね、僕大将軒食べたことないんですよ。
うん。でもね、本当にね、マクドナルドとお肉とバンズは、ね、意外と合うんですよ、このこっち側に。これ美味しいかも。あと今回です。結構いきましたでしょ。なんかせっかくだからね。いきます。これをもう。じゃあここへ、最後はこのここへソースドバドバドバってかけちゃいました。へい。ちゃんとこうチャーシューも入ってますからね。うん、チャーシューうまい。ちゃんとしたチャーシューだ。だからこれ僕メガマックとコラボさせましたけど、モスバーガーのライスバーガーと合わせたらラーメンライスになるんじゃねみたいな。それでもありかもしれないですね。さあ最後一口もいきたいと思います。はい、完食でございます。はい、というわけで食べました。ごちそうさまでございました。もう本当にね、意外とマクドナルドとこう合う味でしたね。美味しかったですよ。もしかしたらね、わかんないですよ、わかんないですけど、あのつけ麺っていうのがもともとは、まあ、ラーメンすぐバーッとかっこみたいけど、ラーメンが熱いからこうすすれないから分けて出してっていうのが始まりだったと言われてるじゃないですか。そういう聞いたんですね。違うかもわかんないですけど、でもこれがね、ハンバーガーとして食べるっていうのが一番のつけ麺のベストな感じなんじゃないかなと思います。ということで、ロッテリアの大勝軒つけ麺バーガー、そしてマクドナルドのタワーバーガー、この2つを合わさると意外とすごいタワーになって美味しかったハンバーガーになりましたという話でございました。では皆さん、さよなら。ということで、ゆうすけ的電気ではチャンネル登録者を募集しています。チャンネル登録この下の説明欄にございますので、チャンネル登録、コメント、そして高評価、それからツイッターフォロー、アメブロ、ツイキャス、フェイスブック、ヨダもろもろ全て含めて、ゆうすけ的電気これからもよろしくお願いいたします。さよなら。